統一指数による能力偏差値が、優秀な本命馬を紹介していきます。全レース、全馬の指数グラフと本命馬は、この動画の説明文に公開先のリンクを掲載していますのでご利用ください。浦和競馬から推奨レースを紹介します。本命馬の偏差値ランクが S ランクのレースは、9レースの1つのレースとなります。本命馬の偏差値ランクが A ランクのレースは、2レースと3レースと、 10レースと11レースの4つのレースとなります S ランクの本命馬のいるレースを紹介していきますそれでは指数グラフに切り替えます浦和競馬、旧レースの本命馬から解説していきます指数グラフの基本的な見方ですが横軸は日付の時系列、右端が今回のレースとなっています指数は青色の折れ線で表されます黄色線は連帯目安ラインとなります この黄色線を上回っていれば高指数と判断できますその他の競争条件も同時にプロットされていますので様々な適性分析が可能です例えば馬体重は黒色の折れ線でプロットしています本命馬は六枠八番ハブルですこの馬の偏差値ランクは S ランク勝利確率は61%を見込んでいますまず本命馬の指数グラフで 本命馬の能力と他馬との力関係から見ていきます近走で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは一走前の指数の65で連帯目安の黄色線を24上回っています一方最低の指数となっているのは3走前の指数の49で黄色線を8上回っています本命馬の能力は相当高いです 他の有力馬との能力比較を行います。まずは、対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、一層前の指数の45で、本命馬のピーク指数に対して20下回っています。最低指数に対しては4下回っています。この馬の逆転の可能性は低いです。次に、黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えます。 この馬の最高指数となっているのは、一層前の指数の44で、本命馬のピーク指数に対して21下回っています。最低指数に対しては5下回っています。この馬の逆転の可能性は低いです。以上より、他馬との力関係からは、他の有力馬に逆転の可能性は低そうで、リスクは低いです。次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます。 距離適正から見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は 1500m となります。指数がピークとなっているところは、1走前は紫の丸が1400、1400が適距離ですが、3走前の紫の丸、今回と同距離の1500で、低指数となっています。1500は若干長い可能性が高いです。展展開開面を見ていきます。レース展開は、 ハイペースを予測しています。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところは、一層前はオレンジの四角が8番手からの競馬です。後方からの差し、追い込みが良いタイプです。先行力分析シートへ切り替えます。先行力は、29でトップです。上がり指数は、27で4位です。平凡な上がり指数で、指せないリスクも若干あります。 以上より、本命馬の適適適は、は、は距離適正がリリススククでです。す。面には多少ののありそうです以上の分析をまとめますとタバとの力関係からは他の有力馬に逆転の可能性は低そうでリスクは低いです適正面には多少のリスクはありそうです冒頭この本命馬の勝利確率は61%と申し上げましたが そのくらいの勝利確率は望めそうです推奨の本命馬としても問題なさそうです次のレースを読み込んでいきますしばらくお待ちください名古屋競馬から推奨レースを紹介します本命馬の偏差値ランクが S ランクのレースは2レースと4レースと6レースの 3つのレースとなります本命馬の偏差値ランクが A ランクのレースは9レースと10レースの2つのレースとなります S ランクの本命馬のいるレースを紹介していきますそれでは指数グラフに切り替えます名古屋競馬6レースの本命馬から解説していきます本命馬は8枠10番ポッドグラスですこの馬の偏差値ランクは S ランク勝利確率は 45%を見込んでいますまず本命場の指数グラフで本命場の能力と他場との力関係から見ていきます近走で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは2走前の指数の56で連帯目安の黄色線を23上回っています一方最低の指数となっているのは5走前の指数の29で黄色線を5下回っています 本命馬の能力は、まずまずです。他の有力馬との能力比較を行います。まずは、対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、2層前の指数の43で、本命馬のピーク指数に対して13下回っています。最低指数に対しては、14上回っています。この馬に全ての条件が揃えば、逆転の可能性も多少はあります。 次に黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは2層前の指数の42で本命馬のピーク指数に対して14下回っています最低指数に対しては13上回っていますこの馬にすべての条件が揃えば逆転の可能性も多少はあります以上よりタバとの力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり 若干のリスクはあります次に本命場に適正面のリスクがないか見ていきます。距離適正から見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は 1500m となります。指数がピークとなっているところは、2走前は紫の丸が1500、4走前は紫の丸が1400、1500は適距離です。展開面を見ていきます。レース展開は ミドルペースを予測しています。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところは、2層前はオレンジの四角が4番手から、4層前はオレンジの四角が3番手からの競馬です。中段より前目からのちょい差しが良いタイプです。先行力分析シートへ切り替えます。先行力は、34でトップです。上がり指数は、28でトップです。 高い先行力と上がり指数で、ちょい差しが効くと思われます。以上より、本命馬の適性は、距離適性と、展開面が高評価できます。適正面のリスクは、低そうです。以上の分析をまとめますと、他馬との力関係からは、他の有力馬にも、逆転の可能性が多少あり、若干のリスクはあります。適正面のリスクは、低そうです。冒頭、 この本命馬の勝利確率は45%と申し上げましたが、そのくらいの勝利確率は望めそうです。推奨の本命馬としても問題なさそうです。次のレースを読み込んでいきます。しばらくお待ちください。門別競馬から推奨レースを紹介します。 本命馬の偏差値ランクが S ランクのレースは、本日ありません。本命馬の偏差値ランクが A ランクのレースは、3レースと11レースと12レースの3つのレースとなります。A ランクの本命馬のいるレースを紹介していきます。それでは指数グラフに切り替えます。門別競馬、3レースの本命馬から解説していきます。本命馬は8枠10番、エイシン・ジャスパーです。 この馬の偏差値ランクは a ランク勝利確率は3。8%を見込んでいます。まず、本命馬の指数、グラフで本命馬の能力と束との力関係から見ていきます。均等で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは、一層前の指数の40で連帯目安の黄色線を1 0に上回っています。一方最低の指数となっているのは？ 3。走前の指数の3。6で黄色線を9上回っています。本命馬の能力は相当高いです。他の有力馬との能力比較を行います。まずは対抗丸を打った馬の指数、グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、1。走前の指数の3。4で本命馬のピーク指数に対して6。下回っています。最低指数に対しては2。下回っています。 この馬に好条件となれば、逆転の可能性があります。次に、黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、一層前の指数の三十で、本命馬のピーク指数に対して十下回っています。最低指数に対しては、六下回っています。この馬の逆転の可能性は低いです。以上、より、タバとの力関係からは、他の有力馬にも。 逆転の可能性が多少あり、若干のリスクはあります。次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます。距離適性から見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1 0 0 0メートルとなります。指数がピークとなっているところは、1層前は紫の丸が1100、2層前は紫の丸が1100、1100が適距離ですが、過去1年、1100以下の出走履歴がありません。 線への距離短縮適性は不明でリスクです。展開面を見ていきます。レース展開はスローペースを予測しています。一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところは、一層前はオレンジの四角が三番手から、二層前はオレンジの四角が七番手からの競馬です。先行も差しも良い自在タイプです。先行力分析シートへ切り替えます。 先行力は29でトップです上がり指数は25で2位ですまずまずの先行力で前目につけられそうです以上より本命馬の適性は展開面が高評価できます一方距離適性がリスクです適性面には多少のリスクはありそうです以上の分析をまとめますと他馬との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり 若干のリスクはあります適正面には多少のリスクはありそうです冒頭この本命馬の勝利確率は38%と申し上げましたがそのくらいの勝利確率しか望めそうにありません推奨の本命馬としてはリスクが高そうです次のレースを読み込んでいきますしばらくお待ちください 盛岡競馬から推奨レースを紹介します。本命馬の偏差値ランクが s ランクのレースは5レースの一つのレースとなります。本命馬の偏差値ランクが a ランクのレースは10レースの一つのレースとなります。s ランクの本命馬のいるレースを紹介していきます。それでは指数グラフに切り替えます。盛岡競馬5。レースの本命馬から解説していきます。本命馬は1枠1番ガイストフォルです。 この馬の偏差値ランクは S ランク勝利確率は45%を見込んでいます。まず本命馬の指数グラフで本命馬の能力とバとの力関係から見ていきます。金層で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは4層前の指数の66で連帯目安の黄色線を31上回っています。 2。層前の指数の3。2で黄色線を4下回っています。本命馬の能力はまずまずです。他の有力馬との能力比較を行います。まずは対抗丸を打った馬の指数、グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、5。層前の指数の3。7で、本命馬のピーク指数に対して29下回っています。最低指数に対しては5。上回っています。 この馬に全ての条件が揃えば、逆転の可能性も多少はあります。次に、黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、2走前の指数の39で、本命馬のピーク指数に対して27下回っています。最低指数に対しては、7上回っています。この馬に全ての条件が揃えば、逆転の可能性も多少はあります。以上より、 他馬との力関係からは、他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり、若干のリスクはあります。次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます。距離適性から見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1 4 0 0ルとなります。指数がピークとなっているところは、4層前は紫の丸が1200、1200が適距離ですが、1層前の紫の丸、 今回と同距離の1400で、低指数となっています。1400は若干長い可能性が高いです。展開面を見ていきます。レース展開は、ミドルペースを予測しています。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところは、4走前はオレンジの四角が2番手からの競馬です。後位からの競馬が良いタイプです。先行力分析シートへ切り替えます。 先行力は27で2位です上がり指数は30でトップですまずまずの先行力で後位につけられそうです青線の傾向を見ていきます近走は低指数が続いています調子は下降局面にあります以上より本命馬の適性は展開面が高評価できます一方距離適性と調子がリスクです適性面には リスクがありそうです以上の分析をまとめますとタバとの力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり若干のリスクはあります適正面にはリスクがありそうです冒頭この本命馬の勝利確率は45%と申し上げましたがそこまでの勝利確率は望めそうにありません推奨の本命馬としてはリスクが高そうです次のレースを読み込んでいきます しばらくお待ちください金沢競馬から推奨レースを紹介します本命馬の偏差値ランクが S ランクのレースは4レースと5レースと11レースの3つのレースとなります本命馬の偏差値ランクが A ランクのレースは3レースと6レースと9レースの 3つのレースとなります。S ランクの本命馬のいるレースを紹介していきます。それでは指数グラフに切り替えます。金沢競馬、4レースの本命馬から解説していきます。本命馬は、1枠1番、フォーゲルバイデです。この馬の偏差値ランクは、S ランク、勝利確率は45%を見込んでいます。まず、本命馬の指数グラフで、本命馬の能力と、 他馬との力関係から見ていきます金層で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは2層前の指数の41で連帯目安の黄色線を19上回っています一方最低の指数となっているのは4層前の指数のマイナス1で黄色線を23下回っています本命馬の能力はまずまずです他のの有力馬との 能力比較を行いますまずは対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは一層前の指数の27で本命馬のピーク指数に対して14下回っています最低指数に対しては28上回っていますこの馬にすべての条件が揃えば逆転の可能性も多少はあります次に黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えます この馬の最高指数となっているのは、一層前の指数の24で、本命馬のピーク指数に対して17下回っています。最低指数に対しては25上回っています。この馬にすべての条件が揃えば、逆転の可能性も多少はあります。以上より、タバとの力関係からは、他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり、若干のリスクはあります。 次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます。距離適正から見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は 1400m となります。指数がピークとなっているところは、一走前は紫の丸が2000、2月は1600、過去1年、1600以下の出走履歴がありません。1400への距離短縮適正は不明でリスクです。展展開開面を見ていきます。レース展開は、 スローペースを予測しています一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところは一層前はオレンジの四角が6番手から2月は後ろからの競馬です中段より後ろ目からの差しが良いタイプです先行力分析シートへ切り替えます先行力は30でトップです上がり指数は33でトップです高い上がり指数で 鋭い差し足が見られそうです。開催場適正を見ていきます。過去1年、地方での出走がありません。地方適正は不明です。以上より、本命場の適正は、展開面が高評価できます。一方、距離適正と開催場適正がリスクです。適正面にはリスクがありそうです。以上の分析をまとめますと、タバとの力関係からは、他の有力場にも、 逆転の可能性が多少あり、若干のリスクはあります。適正面には、リスクがありそうです。冒頭、この本命馬の勝利確率は45、45%と申し上げましたが、そこまでの勝利確率は望めそうにありません。推奨の本命馬としてはリスクが高そうです。次のレースを読み込んでいきます。しばらくお待ちください。 前のレースと同じ金沢競馬から次のレースを紹介します。それでは指数グラフに切り替えます。金沢競馬、11レースの本命馬から解説していきます。本命馬は、4枠4番、アヌークです。この馬の偏差値ランクは、S ランク、勝利確率は57%を見込んでいます。まず、本命馬の指数グラフで、本命馬の能力と、他馬との力関係から見ていきます。 金層で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは1層前の指数の46で連帯目安の黄色線を23上回っています一方最低の指数となっているのは4走前の指数の23で黄色線上となっています本命馬の能力は相当高いです他の有力馬との能力比較を行いますまずは 対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは一走前の指数の33で本命馬のピーク指数に対して13下回っています。最低指数に対しては10上回っています。この馬に全ての条件が揃えば逆転の可能性も多少はあります。次に黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬のの馬最高指数となっているのは 5層前の指数の24で、本命馬のピーク指数に対して、20に下回っています。最低指数に対しては、1上回っています。この馬に全ての条件が揃えば、逆転の可能性も多少はあります。以上より、他馬との力関係からは、他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり、若干のリスクはあります。次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます。 距離適正から見ていきます距離は紫色の丸です。今回は1 5 0 0ルとなります。指数がピークとなっているところは、1走前は紫の丸が1400、1月は1200、1400が適距離ですが、3走前の紫の丸、1700で低指数となっています。1500は若干長い可能性が高いです。展展開開面を見ていきますレース展開は ハイペースを予測しています一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところは一層前はオレンジの四角が3番手から1月は後ろからの競馬です先行も差しも良い自在タイプです先行力分析シートへ切り替えます先行力は17で2位です上がり指数は29でトップですまずまずの上がり指数で差しが効きそうです 青線の傾向を見ていきます金層は指数の青線が右肩上がりで調子が上向いています以上より本命馬の適正は展開面と調子が高評価できます一方距離適性がリスクです適正面には多少のリスクはありそうです以上の分析をまとめますと他馬との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり若干のリスクはあります 適正面には多少のリスクはありそうです冒頭この本命馬の勝利確率は57%と申し上げましたがそこまでの勝利確率は望めそうにありません推奨の本命馬としてはリスクが高そうです